南無妙蓮華経。ご指導にありがとうございます。柿山経、最終日に、この8月1日合祀倉庫開門6時30分から報酬をさせていただきました。お参詣いただきまして誠にありがとうございます。またこの20日間の柿山経、例年に増して暑い中お参詣をいただきまして、日々朝一番から極曜当番北条五時さまざまにお気張りをいただきました。幸い体調を崩して何か大変というようなこともなく、ご信者皆様お参詣ご奉公にお気張りいただきましたこと心からありがたく御礼を申し上げます。誠にありがとうございます。日々いろんなことがあります。この柿山経もさまざまなことがありましたが、みんなで今生人外の一日一日を大切にかみしめて、功徳を最大化するために、過ごさせていただけた本当にありがたいなと思います。昨日は、全日本仏教会の国際交流審議会というご奉公に行ってまいりました。あまり皆さんにとっては馴染みがないと思いますが、公益財団法人の全日本仏教会というところは全仏教諸宗の代表者が集まっているところでございまして、15世日清上人や18世日慈上人の護衛団で本門仏隆宗も加盟をいたしました。ある意味では何ていうかへんてこりんな宗教じゃないという証明になる、なんかこう新興宗教ですとか、なんかそういったところカルト教団みたいなところは入れない、入ってないですね。日本の正当な仏教諸宗、正当というのが合ってるかどうか分かりませんけれども、そういったところが代表者を出すというところでございます。昨日は第36期という国際交流審議会、理事会からの諮問を受けた会議なんですけれども、全世界各地における仏教、日本仏教の国際交流、国際伝道というものを協議して日本仏教の交流を進めるというところなんですけども、3期目になりますが、2期にまたがってまた委員長の役をしろというご指名ですることになりました。昨日も第1回委員長として会議をさせていただきました。考えてみると、本当に日蓮宗、本門仏隆宗は全国に300お寺がありますけども、日蓮宗は約6000ありますので約20倍、浄土真宗などになると3万ぐらいお寺がありますので100倍ぐらいの、寺院数ということになりますが、国際愚宗という面では仏教諸宗の中では本門仏隆宗がずば抜けてると言われているんです。全日本仏教会の中では特に、そういった中、大変戦士上人方のこの幕末維新の街道上人からほんのわずか4人6人で御愚図を始められた仏隆宗が、ブラジルには20近くのお寺があると、全世界に9つの教区があると、活発にご信者さんがお題目を唱えて我も唱え人にも進めるご奉公を進めているというのは、もう大変なありがたいことでございまして、昨日も本当に、胸を張るというか戦士上人方に思いを馳せながらご奉公をさせていただきました。ありがたく思っております。またそこからラジオの収録に参りまして、もう14日から28日までブラジルとスリランカのご奉公に行かせていただきます。2期6年にわたる海外部長のご奉公もこれが最後の出張になります。妙心寺の皆様にはもう本当に長い留守をお願いをいたしまして本当に申し訳なく思っておりますが、
これが最後でございますんで。って言いながら11月ネパール行くんですけど、海外部長としての出張は、まあ、これで締めくくりになるということであります。6年前に海外部長のお役をいただいた、もう本当にその日前後ぐらいで、ブラジルに、ブラジルの中央寺院日教寺のもう移転しなければならないと、新本堂を建てるのか再建するのかどうしたらいいのかという大問題が浮かびまして、急遽ブラジルに出張したのが6年前。6年後の今、もう日教寺は全て取り壊されまして新しい本堂が建っております。総工費17億円、17億円の本堂が今サンパウロに建とうとしているんですね。まあ、その最後の見定め、ご奉公、しっかり、まあ、そういう偉そうな話ではなく応援です。もうとにかくブラジルのお教務さん、ご信者さんを励ます、お支えする、応援するという、明神寺初代日白上人が命がけでなさってきたご奉公の、後を受けて、私も命がけでブラジルに渡り、もう命を削りながらご奉公させていただいて、完成すればブラジルのみならず南米最大の仏教寺院になりますので、本門仏隆宗の南米最大の仏教寺院建立のご奉公をさせていただきたいというふうに思います。まあ、その前ですので、ラジオも過密になってまして、収録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 みたいな感じで音楽選ぶのも大変なんですよ。また数日後には収録がありますけども、まあ帰国までの分をとにかく収録させていただこうというふうに思っております。また昨日はラジオの収録後、東京で大変、今大変な中におられるご家族のもとにそのまま行かせていただいて、お助教お話し合い、ご奉公させていただきました。戻ってきまして、ちょっと寝て3時ぐらいに起きてご訪問をずっとさせていただいて、この合祀倉庫最終日のご訪問、合祀倉庫のご訪問、解かせていただきたいと思います。テーマは思い定めのできる人というテーマであります。思い定める、思いを定めることの大事、拝見をさせていただきます。ご教科に、この度は思い定めつ祝詞のため、死ぬる命は一つよりなし、この度は思い定めつ祝詞のため、死ぬる命は一つよりなし。夏季参詣第20日目、テーマは思い定めのできる人、ご教科を、海道上人のご教科を頂戴しております。ご教科には音題がありまして、現世安穏の極意とございます。タイを読みますと、このご教科はこの命を信行ご奉公のために使わせていただこうと思い定めてご信心と向き合えば、それは最も価値ある命の使い方になることをお教えくださるご教科です。頂戴をいたしました。再拝いたしますと、この度は思い定めつ祝詞のため、死ぬる命は一つよりなし、頂戴をいたしました。いつもご訪問させていただいておりますけども、この宇宙のどこを探しても、今皆さんの胸に宿る命ほど尊い宝物はございません。どれだけ金銀財宝、お金、ビットコイン、いろんなものがありますけども、どれだけ持ってても何物にも代えがたい宝物がこの命であります。世の中に一つしかないものっていうのはたくさんあります。
スケールの大きいものだと宇宙、天体、地球、それぞれ唯一無二、その地に生きる民族、言語、風土も大変貴重なもんだと、一人一人、そこにでも生きる一人一人の命、人格、経験、すべて、個性、同じものは一つもなく、オンリーワンの存在。とにかくとことん大切なのは、やはり一人一人、あなた、その命ということになります。海道上人はこの五教科で、そんな稀に妊娠を得たあなたが、御法様に出会えた今回、この度の、この度の命、そのものでも尊い、何者にも代え難い宝物なのに、たった一つしかない命が、本当に尊い御法に出会えたと。御法様に出会えたという自覚のもとに、命の使い方を間違ってはならんぞと。お祖様は如説修行章第一段に、この経を保たん日より思い定むべしうんぬんと、かように仰せになられました。上行書伝のお題目にお出会いできた命の価値を理解して、信行ご奉公に励もうという決断を思い定めとおっしゃっている。思い定めというのは、心に固く決心をすることであります。ご信心の上では決定と言います。どんな分野、どんなことにしても、やるぞとかやる抜くぞという心構えがなければ成就しないのは当たり前ですけれども、仏道修行でもいい加減な気持ちでは務まらん、結果も得られん、ぶれない、迷わない、立ち止まらない、前に進む、そういう強い心、思いを定めることが大切ですよ。じゃないと、せっかくの命が、せっかくのチャンスが無駄になっちゃう、忘れちゃうことがあるんですね。五教科の問題には現世安穏の極意とあります。極意ですから秘訣ですよね。現世安穏というのはお経文、法華経のお経文です。薬草喩品第五に出てくる。拝見しますと、この諸々の衆生、この法を聞き終わって現世安穏にして、後に善処に生じ、道をもって楽を受け、また法を聞くことをうんぬんかように、お説きいただいている。この法、この御法様をお出会いし、聞き終わり、お出会いして、現世安穏、五章全書。現世っていうのは今の人生、それが安らかに穏やかになり、後の世にあっても良きところに向かう、ありがたい現象、ありがたいお計らいのお約束、お言葉であります。ただよくよく考えてみていただきたい。私たちの身の上は方々在所が深く、この世は末法惑星。お祖様のご一生も振り返ってください。大難しかど、小難数知らず、大変なご苦労の一生、
当時のご信者さんからこのことを含めて、いやいや、法華経に現世安穏五章全書ってあるけれども全然違うじゃないかと、大変じゃないかと、こういう声が上がりました。そこに対してはっきりとご共同を遊ばされているのが如説修行章なんです。本当の現世安穏五章全書とは何かと、心得ですね、極意なんです。時は末法、我々は凡夫簡単に現世安穏五章全書の御門を頼んで、欠場もなく期待していてはそのお計らいがいただけないなんてことはもう明らかなんですね。うっかりすると現世安穏って言ってるのがもう夢か幻、そんな幻の中に生きている間に大切なものを見失う、実際に失う、ああもう元に戻らない、後悔の一生だ。同じ法華経には漢字本三類の合敵があるって説かれてる。末法は大変な時代、ご信心ご奉公もままならない、欲をくすぐることもいっぱい、目をそらされるような誘惑もいっぱい、そうこうしている間にその宇宙一の宝物である命がどん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 縮まっていく。どうやって整合性を取るんですか、現世安穏五章全書と三類の合敵苦難困難観難辛苦、つまり現世安穏の極意は覚悟がなければ現世は安穏ならず、思い定めよということ。少々難しくなりますけども、如説修行章第2弾には現世安穏のことが説かれます。現世安穏の証文、疑いあるべからざるものなりってありますね。私たち自鎮式とか上等式でよく如説修行章第2弾をお唱えするんです。なんでか、自鎮式っていうのはその場所が本当に安穏になるために行うんですよね。神主さんじゃなくて仏教徒、本物の仏流教徒である我々がさせていただくのは如説修行章第2弾にある本物の現世安穏なんです。まやかしやまじないや気休めではない、現世安穏、この土地がこの家が平和でありますようにのためには思い定めて万民一同に南無妙法蓮華経と唱うるようになれば現世は安穏だ。家族もバラバラ、やってるやってない、万民が一同に唱えられなくても家族が全員一同にお題目が唱えられるようになれば現世安穏五章全書だな、平和だな、そのことを忘れちゃいけないよという意味で自鎮式などでは第2弾をお唱えする。意味がありますね、すべてに。ロジックが立ってる、整合性が取れてる。取れてるのかどうかを自分の信心前に当てはめなければなりません。如説修行章には3つの大切な言葉があります。あんまり意識してないと思いますが、第1弾には思い定むべし、思い定め、これ2文字でいいです。至上と読みます。思い定める、これ第1番。次には打ち定めっていうのがあります。打ち定め、思い定め、打ち定め。3番目は唱え字に少子って書きます。思い定め、打ち定め、唱え字に、この3つがものすごく大事なポイントだと。まずは第一の思い定むべし、本当にそのことができているのかどうか。私たちが今日もお倉庫お香の時に
言上させていただきましたけれども、お祖様のご妙範がございます。一切法華経にその身を任せて金言のごとく修行せば、確かに御性は申すに及ばず、根性も息災延命にして称名の大化法を得、高専流布の大願をも成就すべきなりと、大事大悲大文法師。これいつもお香でお走行で言上し、今日も言上しました。再蓮坊御返事というお祖様日蓮聖人のお手紙の中の一節ですけれども、これ実は一切法華経にその身を任せてという御文の前に言葉があります。お祖様の拝見いたしますと、法華経の行者は信心に大転なく身に差しなく一切法華経にその身を任せてうんぬん続く。法華経の行者、皆さんご信心させていただいている方々は信心に大転なく身に差しなく、大転っていうのは退いて転がるって書きますよね。差しっていうのは実は詐欺の差、詐欺の差に親しむというふうに書きますけれども、つまり偽り欺きという意味です。信心していてもぐらぐらぶれ続ける、刷新ですから偽って慣れ慣れしくする、外面は敬って親しいふりをする、へつらいながら嘘を言う騙す。信心をしてるのにちょっと嫌なことがあると落ち込む、引っ込む、黙り込む、座り込む、逃げる、やめる、降りる、移る、退転する。信心してるように見えて偽りがあるとか嘘があるとか、御王様を騙してる、欺いてる、それではもう現世は当然安穏にはならん、御性は当然、御性だって前所に行けるわけがない、そうきっぱりはっきりお示しになってる。思い定めなさいというのは、思い定め本当にできてるのかどうかなんですね。お祖様は皆目称というご名範に次のようにお諭しでございます。我並びに我が弟子諸難ありとも疑う心なくば自念に仏戒に至るべし、天の加護なきこと疑わざれ、現世の安穏ならざることを嘆かざれ、うんぬんかようにお示し。末法ですから、凡夫ですから、少々の苦難困難があってもぶれるなと、必ずいける、必ず乗り越えられる、天が守ってくれる、あなたが嘘偽りなければ必ずなんだと。我並びに我が弟子諸難ありとも疑う心なくばとおっしゃってる。疑うんじゃない、迷うんじゃない、落ちるんじゃない、至上思い定めのご信心ですね。先日の男子総行、男子信徒住職お行でもお話をさせていただきました。皆さんも、如説修行所第一弾に、この経を保たん日より思い定むべし、この経を保たん日って言ったら、ご本尊をお保ちする、懐中ご本尊で入信いたしましたとか、ご本尊法案いただきましたとか、でもその時に思い定められてる方ってなかなかいなかったりしますよね。僕なんかでも生まれた時からもうご信心ありますから、ご法然も家にあります。じゃあいつよしとこう思うか思ったか、それぞれ全員多分違うと思うんですね。でもやっぱりどこかで自分自身が
壁に当たった、自分自身が苦しい状況に陥った、その時に初めて御法前に向かってお題目を唱えた、手を合わせた、その時お墓からいただいた、ご利益いただいたというタイミングで、うわこれは御法様という思いに至ったかもしれませんし、逆に愛する人を失った、愛する人が傷ついた、そんなタイミングに、自分の今までのことを振り返りながら御法前におすがりをさせていただいて、でようやく思い定めることができたということもあるかもしれません。その時の思いを忘れてはならないということなんです。そういう思いがなかったら、そういう思いをしっかり振り返って取り出さなきゃいかんと、設けなければならないということになります。いかがでしょう、いつでしょうか、あるでしょうか、あったでしょうか。愛した人が死んでしまった、大好きなお父さんお母さんが亡くなったと、大恩があった方々がいなくなってしまった、いろんなことが人生にはありますけども、僕は僕個人で言えば、先住がおけがなさった時や、先住がご宣言になられた平成12年6月14日その日がもう思い定むべしという先住からの、お師匠様からの教えの日だったかなと。誰にも犯させない、誰にも何を言われても動じない、自分の信心信念、自分自身というのが完全に確立されたのはやっぱりあの時だなと。思い定むべし、もう決心決定しているので、どこに何があろうと関係ないんですよ、もう全く、あっそっていう感じになる。現世安穏って言っても、多くの人は勘違いしていることがあると思うんですね。現世安穏って皆さんどんなイメージですか。この一生が安全で穏やか、何の問題もなく、食べるものにも困らず、こうやって穏やかに過ごせることが最高なのよ、仕事にも忙しくなくてお金はじゃんじゃん入ってきてって思うかもしれませんけども、もしかしたらそれもまやかしかもしれないですよね。この前星川教区の黒崎教区長がお香の時のご挨拶でおっしゃってました。自分 の, あの同年代の一緒に定年あの退職なさった方々は、逆にやることがなくて、仕事もなくて、なんか目標を見失ってかわいそうだなって思うことがありますってお功績でおっしゃってました。ただ私はもうお寺のことでもう忙しくて、あっち行ったりこっち行ったり、これやったりあれやったりで、もう踏む大変、でも幸せみたいなご挨拶でした。本当にその通り、この前からずっと言ってるご訪問、辛くないといえば嘘になるけど幸せです。それですよ、本当に現世安穏、御所全勝、現世安穏の極意ですよ、本当に、ね、三食昼寝付きで多いって言ったら誰かがご飯を運んできてくれる、そういう生活が私は望みなの。病院ですから、それは施設ですよ。移動するのもこうやって全部誰かがやってくれて、ブッって言ったらどうしました、駆けつけてくれるって言った。病院に行きたいの、死にたいのっていうことになります。そうじゃないんですよ、自分のやりたいようにやってのんびりして三食昼寝付きでぐったり、それが現世安穏じゃない。現世安穏の極意っていうのは、命の使い方をバシッと定めても絶対ぶれない、俺ここ最高の命の使い方を発見して、苦難困難があってもそれに向かうことですよ。今 K2 という大きな山で遭難なさっている方々がいて、もっと助かってもらいたいと思うけど、なんであんな苦しいことをするんですか、なんであんな山に登るの。記録作りたいだけじゃないんですよ、そこに山があるからって言えば言えるけど、
その挑戦をすることでしか得られない幸せがある。その山を登ることでしか見えない景色があるんですよ。それが見たい、だから登るんです。苦難困難があっても、辛いな苦しいな嫌だな大変だなって思ってもね、登るんです。現世安穏の極意とはある意味ではそれに似てますよ。お祖様と一緒の夢、目的、目標、御仏に見守られながら、よし今回の一生このように、世界が平和になりますように、苦しんでる人が救われますように、支えられますように、今寂しい悲しい大変だって言ってる人のところに駆けつけて、大丈夫大丈夫、一緒に乗り越えよう、南無法蓮華経、南無法蓮華経、世界中で通用しますよ。世界中で待ってるんですよ。今年は人生の無常、厳しさ、いろんなことを考えながら、早期願、私たちの祈りと誓いも立てさせていただきました。今もただ一つの命、たった一度の人生、みんなで唱えたじゃないですか。ただ一つの命なんです。たった一度の人生、いつ死ぬかわからない、でもその命、この命をこうして使わせていただくことがありがたい、なんてありがたいんだろうかと思えますか。思いましょうと。この大きな山を登ろうよと、みんなで手に手を取って、少なくとも私は本当に先住に感謝してます。男子住職高校でも言ったんですけども、僕は本当に正直なところ、先住に何度も言いますけど、立派なご奉公の姿は見せていませんので、本当に息子たちを見てるとイライラします。家の中でも僕は怒鳴ってます、ずっと。ったくバーッとしかし、本当に。でもはっきり言えることが一つだけあります。先住はもっとイライラしてたはず。まだマシです、彼らは。僕よりは。僕なんてどうしようもないですよ。負けん気は強い、もうどうしようもない、もううらうらみたいな感じですからね。今もそうですけど、海の仲間に会うと、おいおいとか、ちゃんとやってんのかとか、寺来いとかって言って、本当に。でも何も見せれなかった。ただなんていうのかな、大きな器の中で、いつかこいつは命の使い方に気づくかな、最後までですよ、最後まで気づくかな、かっこはてなで終わってる、かっこはてなで先住の命は終わったわけです。パン、そっからのバトンはバシン、受けてからの一生は僕はもう本当180度違います。もうある意味では、先住に、あるいは日泊商人もおっしゃってた、会社の社長なんかいつでもなれる、映画のスターもいつでもなれる、オリンピック選手、金メダルだっていつでもなれる、生まれ変わり死に変わりしてきたガンジス川の砂の数ほどの命からは。ただな、人間に生まれてこうやってご法様のために生きれるってことは今まで一回もないんだよ。今回の一回だけはご法様のために命使おうと思えと、ね、映画スターでも大統領でもなれるってよく日泊商人はおっしゃってた。大統領ってなかなかなれないですよ。大統領にだって、会社の社長だって、映画のスターだって、何だって何だってなれる。だけど菩薩の誓いをした人にはなれないんだと。いつも弱いし、いつもずるいし、いつも逃げるし、いつも嫌になるし、もう本当ブレブレなんです。僕らは欲をくすぐられたら、はいはいはいみたいな、大した価値観もなく命を費やしてしまう。それではダメだ。だからただ一つの命、たった一度の人生、ご法にお出会いした喜びを忘れず、お祖様の御心を胸に、今年の祈りと誓い、海道上人のご指南をいただきますと、この度の一生、実りの御ために捨ててこそ、如説正ご指南のご本になれ、うんぬん、かようにお示しでございます。今回は、まあ、
全部が全部できなくても、今回は本当にご新人修行、ご奉公、菩薩行の優先順位を自分の人生の中で上げて行ってみてごらんなさい。必ずお計らいあるよ。何者にもぶれない自分になるよ。苦難困難はつきものだわ。だけどそれも乗り越えられるよ。もし苦難困難なく今平和ですなんて言ったら、それこそが幻かもしれないよ。それではもったいないよということ。思い定めの覚悟ができれば、どんなご奉公だってさせていただけますよ。お祖師様がお喜びいただけるように、この命を最大化する功徳を積む道に励む。どうしたら信心を貫くことができるかを常に考えて、思い定め、打ち定め、唱え死にのご信心にステップアップ、精進することが大事大切、かようにお教えいただくご教科でございます。さればご教科に、この度は思い定めつのりのため、死ぬる命は一つよりなし。本門八本諸賢上行諸伝本人下主の南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経。